演舞開演。ではまずは一番最初、やっぱりお野菜大事ですよね。こちらのサラダからいただきます。何とこちら、こちらに混ぜるということらしいですね。なんとこちら、こちらのすり鉢で山芋をすりつぶしてさらにドレッシングをかけていただくということです。ではいただきます。とっても美味しかったです、それが終わったからですね。31日にやる予定です。お野菜がシャキシャキで、とろろとよく絡んでとっても美味しかったです。やっぱりお野菜大事ですからね。こちら鳥取名物白ちくわというものの磯辺揚げだそうです。では食べてみます。ふわっとした食感があって、普通の仕方はちょっと違いましたね。でも磯辺揚げの海苔とうまく感じた瞬間に絡んでた。続きましてはこちら、もちチーズを食べたいと思います。なんかグラタンみたいですね、これ。ではおお。なかなか取れないな。いただきます。お醤油とチーズの香ばしさが餅とうまく絡んでとっても美味しかったです。こういう餅の食べ方もいいものですね。続きましてはこちらのとろはた焼きというものをいただきます。なんでも鳥取名物みたいですね。ではいただきます。パリパリに出た香ばしい皮が淡白の塩味をうまく引き立てていますね。外側のパリパリとした香ばしい皮が中にある淡白な白身の旨味を十分に引き入れてとっても美味しかったです。やっぱり名物はすごいですね。続きましてはこちら、のり餅ですね。なんかすごい、思ったよりすごい形で来たんですけど、では、のりの香りが香っているうちに食べたいと思います。いただきます。その香りが効いた海苔が揚げた餅にじゅわっと染み込んで、お餅に海苔の風味を与えていて、カリッとした食感でよく合っていて、とっても美味しかったです。ただの磯辺揚げとはまた違った海苔と餅の相性を感じた気がしますね。ラストはこちら、鳥取県の名物と呼ばれる砂丘アイス。今これお砂を表現しているのでしょうか。ではいただきます。どうぞ。硬いな結構これ。砂丘アイスです。砂丘アイス、素朴なきな粉の香ばしさがまろやかなバニラアイス、とってもよく合っていました。ただあとで通常なのがちょっと落とし方ですけどね。というわけで本日の夕食も堪能することができてとってもよかったです。やっぱりこういうのが旅行の醍醐味ですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。